ロナルド・ド・オーキン、ロナルド・ド・オーキン、ロナルド・ド・オーキン、1931年12月11日から2013年2月14日は、アメリカ合衆国の法哲学者である。晩年は、ユニバーシティ・カレッジ、ロンドン法学部及び、ニューヨーク大学法科大学院の教授であった。法哲学と政治哲学の分野に対する貢献によって知られている。純一性としての ローアズ・インテイグラティ理論は、法の本性についての現代の主導的な理解の一つである。ウースターに生まれ、ハーバード大学で学び、ローズ小学生として、オックスフォード大学、モードリン・カレッジ、マグデラン・カレッジに学ぶ。オックスフォード大学の指導教授は、ルパート・クロス、ルパート・クロス。ハーバード大学法科大学院へと進み、合衆国公訴裁判所において名高いラーニド。 ハンドハンジ、ラーナドハンドの法律書記を務めた。ハンドハンジは後に、同金を自身の下でかつて働いた、法律書記の中で最も聡明なものと表し、同金はハンドハンジについて、深く影響を与えてくれた氏であると回想する。ニューヨークの有名な法律事務所、サリバンクロムウェル、サリバンクロムウェルで働いた後、イエール大学教授に就任し、 ウェスリー・ニューコーム・ホーフェルド、ウェズレー・ニューカム・ホーフェルド講座教授の職位を得た。1969年、同銀は、ハーバート・ハートの公認として、オックスフォード大学法学部教授として指名され、また、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジ、ウナバーセタイ・ヒャリッジの特別研究員として、選出された。オックスフォード大学を退職した後、ユニバーシティ・カレッジ、 ロンドン法学部のクワイン講座教授となり、続いて、ベンサム講座教授に就任した。1970年代後半からは、ニューヨーク大学法科大学院のフランク・ヘンリー・ゾンバー講座教授、同学哲学部教授でもあった。2013年2月14日、白血病のためロンドンで死去した。81歳没。ドゥーキンは、 法実証主義の最も重要な批判者であり、考えうるありと、あらゆるレベルの法実証主義者の理論を拒絶する。同金は、法の実在や内容に関する、いかなる一般理論をも受け入れない。ある法について、その効果に言及することなしにでも、特定の法体系に、依拠するならば、それを同定できるということを否定する。また彼は、法実証主義の全体的、 慣習的な見方をも否定する。同金にとって法理論とは事案がいかに決定されるかという方法についての理論であり、それは生態による説明によって成立するのではなく、政府による政府の懸案に対する強制力の行使を抽象的、理想的に制御することによって成立するのである。同勤はハーバート・ハートの実証主義に対する批判によってよく知られており、著書、 法の帝国の中で、その批判を全面的に繰り広げている。同金の理論は、解釈主義と呼ばれ、法とは何であれ、法体系の慣習的な歴史を、公正的に解釈した後に得られるもの、とする。同金は、人々が大事に抱いている、倫理的原則は、しばしば誤っており、時には、歪められることによって、ある種の犯罪には、受け入れられるものがあるとまで解釈されうる。 と論じる。法廷はこれらの原則を見出し、適用するために、過去の法の実用を最もよく説明し、正当化するような解釈を生み出そうとする視点から、法的な予見、立法過程や判例などを解釈する。この場合、解釈が有意味なものとなるように、純一性としての法、ローアズ・インテイグラティという考え方に従わなければならない、と同金は論じる。 法がこのような意味で解釈によるものであると考える同金は人々の法的権利が云々される状況においては解釈は正しい答え理論ザライトアンシュアーサーシスに関わらざるを得ないと考えるまた彼はそのような難しい判断においては裁判官に自由裁量権はないとする同金の方原則はハートの承認のルール ルールオブリコグニションとも関係している。同銀は、ハートが言うような、法体系において、他の法を有効と認定するような上位則という考えに反対する。その根拠は、有効と認定する過程は、皆が納得するようなものでなければならないのに、人々には、まさしく法的な結果が正当な意義に対して、開かれているよう場合でさえ法的権利があるからである。同銀は、 実証主義による法と倫理の区分に組みせず、伝統的な自然法が仮定するように、法と倫理は存在論的な意味でなく、認識論的な意味において関係し合っていると考える。神に対して冒徳的な契約については、今後無効とするという法案が立法過程を通過したとしてみよう。社会は日曜日、安息日に取り結ばれた契約は、 それだけで神に対して冒涜的なのかどうかということに関して分裂するであろう。立法者のうちでこの問題を考えて投票した者はほとんどなく、果たしてその法をそのように解釈すべきなのかどうかについて同様に分裂している。トムとティムは日曜日にある契約を結んでしまったため、トムは法の条文を行使してその契約を無効しようとティムを訴えたが、 ティムはその法の実効性に意義を唱える。正しい答えはどれかということについて社会が深刻なまでに分裂している状況においてでも裁判官はトムの契約が有効かどうかについて正しい答えを求めるべきだろうか。あるいは正しい答えなんてないという方がより現実的なのだろうか。興味深く、そして議論を呼ぶことに同銀は大抵の法的事案に関して 唯一の正しい答えがあると主張する。彼は、ハーキュリーズという極めて懸命であらゆる方言を知り、また十分に考える時間を持った理想的な判事のメタファーを用いる。法は、縫い目のない闇であるとの前提に立つならば、ハーキュリーズはどんな事案を決定するに際しても、全体としての法純一性としての法を最も網羅し、 正当化するような理論を構築しなければならない。同期によれば、ハーキュリーズは常に唯一の正しい答えにたどり着くだろうと言われる。同期は、ある事案に対して何が解決と呼ばれるかということについて、有能な法律家たちの間でさえ、しばしば意見は一致しないということは否定しない。むしろ、法律家たちは、ハーキュリーズが出したその答えに同意しないだけなのである。 同金の指摘によれば、実定法、すなわち法実証主義に言う方言が、献血や矛盾にあふれているだけでなく、他の原則を含む法的基準もまた、ハードケースを解決するのに不十分であるとされる。それらのうちのいくつかは、通訳不可能であって、そのような状況においてはハーキュリーズでさえもジレンマに陥り、どのような答えも正しいものではないだろう、という。 同銀は次のように言うことによって自身の立場を擁護している。すなわち、判事たちであれ、一般の人間と大差ないのであって、通訳不可能な選択肢や価値の間で自分たちの進むを見つけるのである、と。また、我々がすでに手にしている規則や原則が互いに衝突した場合、常に他の規則や原則を乱すことが可能なのである、と。しかしながら、 互いに通訳不可能な倫理基準や原則に関する同様の反論がその過程で見出されるさらなる原則や規則に対しても当てはまるだろう。つまり常にさらなる原則や規則を考慮に入れることができるという主張はそのようなさらなる原則がどのようなものかということを一切説明しないのであり、全能の判事であるハーキュリーズの手になる。 法解釈もいつかは正しい答えに至った時点で終わるということである。実際、同金の主張からは正反対の結論もまた導き出されうるのである。すなわち、全能なるものの導きに従って法解釈を続けていくと永遠に終点にたどり着かないのである。それゆえ、ハーキュリーズをもってしてもある時点での正しい答えは得られるかもしれないが、最終的な 正しい答えには辿り着かないろうと思われるのである。あるいは、どのように進むべきかということを教えてくれるものは、皆無であるということになる。同金のハーキュリーズのメタファーは、ロールズの無知のベールやハーバーマスの理想的発話状況と似ているところがある。彼らは皆、いくらかでも有効性のある基本的な命題に辿り着くために、理想的な方法を提示しているのである。 その中でも、ロールズの例の特徴は、純粋に理想的な事柄と実際的な事柄を、同じ地平で見ようとしていることにある。例えば、民主主義的な社会における政治との関連で言えば、次のような物言いをする。すなわち、権力者たちは、反対する立場にいる人々を、自分たちが反対する立場に回った時に望む形で、取り扱わなければならない。なぜなら、 権力者たちが現在取っている立場は、将来の政治情勢における自分たちの立場を何も保障しない、不可否的に反対する立場に回らなければならない時が来るからである。他方で、同金のハーキュリーズは、純粋に理想的なものである。すなわち、そのような人が存在したならば、彼は、あらゆる倫理的なジレンマの中でも正当にたどり着くで、あろう、というようなものなのだ。 同銀は、正解定税によって、会議論、すなわち法的倫理的なジレンマに対しては正しい、答えを決定することはできない、とする議論に攻撃を加えた。同金の反会議論は次のようなものである。すなわち、会議論者の主張の性質は、根本的には、実質的な倫理主張の性質と類比的である。実質的な倫理主張とは、 法的倫理的ジレンマの審議は決定できないと主張することによって、事物のあり方に関する存在論的な主張を避けつつ、倫理的な主張をすることによって、特定の個人の損害と引き換えに、法的倫理的問題を解決しようとするが、認識論的な不確実性という面から見て、それは正しくないという主張である。同義は、しばしば、 何の平等かの議論と呼ばれるようなもの対しても重要な貢献をなしてきた。平等とは何か、現代はソブリン・バーチューの中で彼は資源の平等、ソブリン・バーチューと呼ぶ理論を擁護している。この理論は二つの考え方を結びつけたものである。大まかに言えば、一つ目は人間は自分が生活の中で選び取ることに対して責任を負うという考え方である。二つ目は、 知性や才能の生まれながらの天文は、モラルラックであり、社会資源の分配に影響させるべきではない、という考え方である。同金による他の著作と同様に、彼の平等の理論は、核となる原則、すなわち、社会の構造上すべての個人は、平等な気遣いと敬意を受ける権利を授与されている、という原則によって支えられている。同金の平等の理論は、 いわゆる運の平等主義、ラック・イギャリテリアン・ザムの一形態である。特報学、バーチュジュラスプルーデンスも見よ。価値は衝突するか、ハリネズミシロン、ドバリューズ・コンフリクト、エヘッジ・ホッグ、エス・アプローチ、アリゾナ・ロー・レビュー、ボリューム4 3二という論文の中で、同銀は、自由という価値と平等という価値は、必ずしも衝突しないと主張している。彼は、 アイザやワーリンによる差がないフラットという平等概念を批判し、新しく動的な自由概念を提出し、殺人を犯すことが許されていないからといって、自由を侵害されているということが言えないとしている。しかるに悪いことができないという時には、自由を侵害されていると言えないということである。このように考えるならば、自由とは我々が 他人の権利を侵害しようと思わないとに関してのみ言えることなのである。しかしながら、バーリンであれば、同銀は積極的自由概念のうちの一つを規定したに過ぎないと指摘するであろう。このように自由を正しい、誤っているなどの何らかの価値によって定義し、価値に関わらない消極的自由を排除しようとすることは、バーリンが継承を鳴らしたような20世紀の 全体主義的な悪夢へと直結した形式でのやり方である。同金自身の考えは高潔で悪意のないものであろうが、同的な価値としての自由という概念は、バーリンが積極的自由、社会にそもそも備わっているとされる目的によって定義される自由と名付けたものとほぼ同じものであり、そのように解釈することができてしまうのである。野心的なバーリン主義者であれば、 さらなる批判を向けるかもしれない。すなわち、差がないという自由概念は、殺人の自由を伴わない、ということである。むしろ、殺人は、起きてしまえば、自然的な自由からの帰結に過ぎない。殺人を犯すことが許されていないという、状況においては、殺人を犯すことが許されていないというだけでなく、もっと根本的に拘束されていたり、手錠をかけられていたり、 刑務所に入っているなどして、行動することが全く許されていないという理由で、自由が侵害されているのである。そういった理由から殺人が許されていないという事実は、やはり単に自由が侵害されているということなのである。そうであれば、同金の議論は、深いレベルでの結果主義者個宿園所リストの議論として読み替えることができるかもしれない。また同金は、法や、 基本的人権に関する公共的議論に熱心に参加することでも知られている。またニューヨークレビューオブブックスザニューヨークリベフブックスにしばしば寄稿している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。